で、えー、サボってたわけじゃないんですけども、えー、プロ野球ですけどもあー、また解説させていただければと思います。パート1、パート2に分けさせてください。えー、ということで、交流戦が始まったわけでございますけども、えー、ちょっとね、えー、動画出せてませんでしたね。あ、まあ、サボってたんじゃなくて、単純に忘れてましたね。すいません。 ということで、えー、日本ハム対ヤクルトというこの試合から見ていけたらなと思います。はい、えー、上原投手、石川投手ということで、上原投手が6回1位で、なんとなく差しにというピッチングで今季初勝利となりました。えー、まあ、これはただ単にヤクルト打線の問題かなと。まあ、ヒットはね、8安打と、まあ、相手と存分ない、遜、えー、色ない感じなんですけども、 1>, 1得点では、さすがに活用がないというところでしょうかね。えー、万波選手だけで勝ってしまいましたね、この試合ね。万波選手のバットが素晴らしい感じでございましたけども。まあ、万波個人軍ですか。楽天モバイルということで、楽天対 DeNA ということで、まあ、まさに打線が圏外だったかなという感じでございますけども、えーまあ、横浜打線も、ね、12安打で3得点と、ちょっと気持ち悪い得点の仕方してますけども、 えーまあ、これ今永投手がねしっかりこう踏ん張り切ったってところですね。浅村個人軍ですね、役立てはね。浅村選手以外は、ね、ちょっと圏外な、あそ,んなそんな打線をね印象を受けましたけどもあ、個人的に浅村選手が打ってくれるのはいいんですけど、島内選手とかはこの辺りはもうちょっとできるんじゃないかなと思うんですけどね、7番でくすぶってるようじゃね。 まあ、ここ先生きていく価値っていうかですね。えー、こうペナントを戦っていく価値っていうのはないのかなと思います。まあ、ちょっと厳しい判断ではありますけどね。えー、西武対阪神。えー、村上投手と与ザ投手。村上投手が8回4安打1失点でいピッチングで今季5勝目。もうこれは相変わらずすごいピッチングだなと思いますね。まあ、文句出してるところですね。えー。ロッテ対巨人。 えー、ロッテ先発が西野投手、そして巨人の先発がこれ平内投手っていうところになってますけども、あーこれはブルペンデーなのかな、交流戦初戦でブルペンデーをやるチームってなかなかそういないんですけどね、ちょっと面白い試合を走てますけどね、あー結果西野投手にしっかり抑えられてしまいました。7回失点の好投。えー、今年はね、西野投手がしっかりロッテを守りきってますよね。 これがロッテが首にいる、えー、その一員なのかなと思いますけどね。えー、打線は言うほどそんな援護できてるわけではないんですけども、まあ、久々にスタメンを勝ち取れば山口選手に一本が出たりですとかね、まあ、打率こそは低いですけど、かなりロマンはありますよね。はい、オリクス対広島。山本由伸投手と大空投手というエース同士の投げ合い。えー、山本投手が、えー 8回2安打無失点8奪進振で、えー、今シーズンこれが4勝目となりました揺れ戻しに入りましたね山本由伸投手出だしは、ね、今シーズンちょっとあまり良くはなかったんですけどどんどん、ねそのねえー、スタートというかです、ね、クオリティを上げてきて、まあ、結果的には今現在1.94まで、えー、戻しつつその揺れ戻し期間に入ってきているわけでございますけど、まあ、気がつけば今年も投手4回やってるんじゃないですか。 はい、えー、ソフトバンク対中日、大関投手を福谷投手ということでね、えー、戦う顔、えー、立浪組 vs ふく藤本組というね、そういう対戦になりましたけども、あ戦う顔してたのはソフトバンク打線ということで、14安打で13得点。えー、投げては大関投手が7回3失点で、これが今シーズン4勝目ということですね。えー、しかし中日のね、投手陣も戦う顔してましてね、橋本投手なんかね、えー、特にクリーンアップ3人、 え近藤選手、柳田選手、栗原選手ね、えー、3者連続で押し、えー、デッドボールを食らわせるというね、えー、違う海で戦う顔してましたね。え構、ー、想にならなければよかったですけどね。博多の海に沈められそうですけどね。さあ、日本ハム対ヤクルト。上沢投手、そして市川投手ということで、まあ、市川投手がマウンドあれましたけども、厳しいマウンドでしたね。えー、加藤豪介選手がね、今シーズンというか、これが日米、 日本で、えー、初めてのホームランということで、えー、これがなんとね、えー、2打席連続飛び出すという形になりました、えー。投げた噂としが8回に失点。これが今シーズン5勝目。まあ、噂と今年も序盤はちょっと苦しんでた印象がありますけど、ここあたりもね、茹、えー、で戻し期間がありますよね。9回関東勝利からね、関、えー、封勝利から、まあ、そこから7回に失点、8回に失点とまたその、えー、クオリティを上げてきてる印象は浮かびますけどね。 えー、楽天対 DeNA、えー。楽天先発が田中将宏投手、DeNA 先発、石田健太投手。田中将宏投手、7回4で1失点の力投で、今シーズンこれが3勝目、えー、ということでございます。まあ、打線はね、そこまで言うほど、まあ、あまり良くはないんですけども、これは投手陣でしっかり守り切った戦いということで、田中投手のピッチングじゃないですかね。 はい。これが3勝目です。さあ、西武対阪神、西勇貴投手、そして、えー、ホ投手ですね。えー、本田投手が4回、えー、無失点のピッチング。マ、ま、ス、あの後は森脇投手、ティノコ投手、平井投手、佐藤投手、マスダ投手という2例で、えー、勝ち取ったということで。えー、まあ、これもブルペンデーなのかなあ本田ホ介投手がね、マウンド上がりましたけど、まあ、なんかショートスターターって感じしますけどね。 えー、というところで見ていくと、これはしっかり4回をね、ぴしゃりと抑えた本田投手ということになりましたけども、短いイニングでしっかり抑えて切ったっていうのはね、あれですけどね。乗ってたい巨人。えー、戸郷投手、そして、えー、メレセデス投手ということでね、両投手は巨人にゆかりのある人物でございますけども、まあ、くはり花火大会ですね、両軍合わせて7本のホームランが飛び交うという非常に熾烈な空中戦でございました。えー、戸郷投手は8回4失点、 まあ、打たれた失点が全部ホームランなんでね。えー、これはね、あのー、あれですけども。えー、まあ、ロッテはね、えー、6回に3点取って、まあ、なんとかね、えー、追いつく展開ではございましたけども。えー、沢村投手がね、まあ、なんか知ってる沢村投手がなんか出てきたような感じしてね。えー、あれですけどね。うん。まあ、一発病というかね、えー、あれですけども。さあ、さ下広島。 噂は投手じゃない。えー、栗投手と、えー、田島投手ということで、ね、どっから噂は出てきたんでしょうかね。さあ、田島投手が6回無失点の投球。これが今シーズンが4勝目ということに、えっと、あ、まあ、すみません、間違いましたね。栗投手が7回3打1失点で今シーズン4勝目。えー、田島投手もね、6回無失点の好投を見せたんですけども、えー、黒木投手があ、まさかの通行の一発、秋山選手にね、被弾してしまうということで、 えー、7回にスリーンが生まれたわけですけどね、これが決勝だとなりました。はい、えー、ソフトバンク対中日、涌井投手と東山投手。涌、えー、井投手、えー、7回1失点の好投で、これが今シーズン2勝目ということでね。まあ今回の涌井投手は素晴らしいピッチングだったと言えるんじゃないでしょうか。前回のトーマがね、3回6失点。これはちょっといただけないですね。 えー、これで勝ちを、ねえー、取るなんて100億年早いんだという話をしたいところですけども7回1失点、まあ、これは素晴らしいピッチングと言えるんじゃないでしょうか、えー、ソフトバンク打線、振るわずまた投手陣もね中安打7失点ということで非常に、えー、攻撃のリズムが悪かったということで、ね、ただ、ともに振るいませんでした日本ハム対ヤクルト、えー、加藤孝行投手サイスニード投手、えー、加藤孝行投手 えこれもね、そこまで悪い印象は受けなかったですけど、サイスニード投手が上でしたかね。サイスニード投手、7回3打無失点で、今シーズン4勝目ということになりました。さあ、楽天対 DeNA。えー、東東投手の瀧中投手。東投手が7回5安打1失点の力投で、これが今シーズン5勝目ということになりましたね。うん、え滝中投手、非常に厳しいマウンドでした。まあ、終わってみれば、えー、DNA 打線、17安打に11得点という感じになりました。 またちょっと守備のミスが、ね、両国目立ったような、そんな試合でしたね。えー、こう失策ですよ。えー、西武対阪神、伊藤正投手、そして、えー、こっちは、えー、宮川投手ということで、えー、宮川投手が5回1失点の投球、えー、でした。その後は4人のけど、ティノコ投手、平井投手、佐藤投手、増田投手のピッチングで、えー、こう守り切ったということでして、宮川投手はこれが今シーズン8勝利ということになっております。 まあ、伊藤正史投手はね、えー、まあ、これまでの内容から考えたらちょっとね、えー、5回4失点なので、うん、まあ、ちょっとあれでしたかねって感じですけどね。まあ、ちょっとプチ炎上って感じですけども。ロッテ対巨人です。えー、選抜先発山崎伊織投手、カスティーオ投手。えー、山崎伊織投手が7回、5安打1失点の力投で今シーズン4勝目。いいですね、山崎投手はね。 えーまあ、長いイニングを投げると結構打たれやすい印象はあるんですけども、ここまで長いイニングを投げてくれたというのはこう印象。さあ、オリックス、山下慎平太投手、広崎、えー、広崎じゃない、広島が、えー、コルニエル投手ということで,ですね。茶の選手の一本が飛び出しましたね。グランドスラムということで。また投げた山下投手はね、えー、6回1失点の構造で、落ちず5勝目ということで。 自戦起点ゼロなんですよね。なので、防御率がまた下がったというわけでございます。ー山下俊平太投手も本当に素晴らしいピッチャーですよね。いいピッチャーがいいオリックスにまた生えてきたなという感じですけど。ソフトバンク対中日、えー、先発柳投手とガ関ケル投手ということですね。関係ケル投手がまさかの第53でございました。えー、柳投手からそこから福投手、清水投手、ソグエ投手、マルチネス投手ということで、清水投手が、ね、今シーズン初勝利ということになりましたけども、 えまあソフトバンクはね、えー、ちょっと、リリー夫人があまりよろしくないのと関係よもね、えー、そこまで、ね、いいとは言えない。えー、ちょっと微妙な感じになりましたけどね。なんとも言えません。えー、ということで、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。